は学校行事が多いからか、凛子ちゃんが忙しそうにしています。金木犀の香りがすると秋が来たことを実感しますね。いろいろな秋がありますね。運動以外なら私はどれでも歓迎です。秋の特別展示、日本刀展覧会が開催中なんです。見逃せません。秋の夜長に時代小説を読んでます。やはり奥深いです。芸術にスポーツに読書、秋は多芸多彩ですね。羨ましいです。お仕事で行った紅葉の名所、素敵な写真がたくさん撮れたんだ。モンブランにあんみつ、食レポの練習でもいいよね。ね、芸術の秋だね。パスパレのみんなの似顔絵描いてみようかな。芸術の秋ということで、うちの演劇部の公演はいかがでしょう。ひなさん、貸した本もう読み終わったんですか。早い。楽屋で食べた栗ご飯弁当がすごく美味しかったんですよ。まやちゃんに推理小説借りたんだけど、犯人わかりやすすぎだよ。お月見にはなんでお団子なんだろう。月と似てるからかな。食で毎日違う秋のデザートだそうよ。秋特集ってことで。